やらない。手に怪我したら大変だし。もうすぐコレクションの準備始めなくちゃならないし。君の方こそ勢い余って砂浜で転んだりしないでよ。返事だけは毎回調子いいんだから。やめて。うざいのはそっちでしょ。自分が何してるのか分かってんの？さっきすれ違った女の人に警備員呼ぶように頼んだから。さっさと逃げた方が賢明なんじゃない？何大げさな顔してるの。大丈夫に決まってるでしょ。この程度平気だってば。ほら、手は確かに大事だけど一番大事ってわけじゃないから。うるさい。檜山君の別荘に移動するからさっさと戻るよ。